MVX250 回は、かつてホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。形式名 MC09。水冷にストローク V 型3気筒エンジンを搭載するモデルである。1980年代前半に HY 戦争と呼ばれるヤマハ発動機との熾烈な販売競争が繰り広げられていた。 上強化の 250cc クラススポーツ車では2ストロークエンジンを搭載する RZ250 に対抗して、ホンダ技研工業では4ストロークエンジンを搭載する VT250 回を発売して大ヒットとなったが、当時のレース部門では NR500 から NS500 へのスイッチにより、市場からのレーサーレプリカイメージの要望に応える。 回答として1983年1月19日に同年2月1日から発売されることがとなった。MC09E 型エンジンピストンコンロット、搭載される MC09E 型エンジンは内径工程47.048.0排気量 249cc 圧縮比8.0に設定。17L タンクからの燃料供給は スクエアフラットバルブの TA01 型キャブレターにより最高出力 40PS9000rpm 最大トルク 3.2kgm8500rpm を発揮。始動はキックスターターのみで6段マニュアルトランスミッションを介して後輪を駆動するが以下の特徴がある。車体はダブルクレードル型フレームとし、サスペンションは前輪が 遠筒空気バネ併用のテレスコピック、後輪プロリンク式モノショックによるスイングアームでキャスター角26度30トレール量 91mm に設定した。デザイン面では VT250 回や VF400 回と類似性があり、VT250 回とは多くの部品が共通設計とされた。これらの部品共通化により新規開発者でありながら、 標準小売価格42万8000円は VT250 回より3万円ほど高いプライスである。商品コンセプトである低振動で、性能曲線がなだらかな4、ストロークエンジン的特性は一定の評価を得られたが、2ストロークエンジンらしくないというマイナス評価が主となった。RZ250 の対抗として発売されたが、直後に、 ヤマハは最高出力 43PS の RZ250R を発売。鈴木からは市販車発のアルミフレームを採用し、本格的レーサーレプリカの外なった最高出力 45PS の RG250 ガンマが発売され、販売価格面でも、上述にモデルと大差がなかったため早々に、商品性で大きく見劣りするようになり、売り上げが低迷した。 商品イメージを託したワークスレーサー NS500 とシリンダーレイアウトが前後逆転しスタイルが似ていないというマイナス評価もありわずか1年で後継モデルの NS250R へモデルチェンジされたまたエンジンの焼き付け対策として2ストロークオイルの突出量を多くしたために以下の事象が発生したありがとうございます